こんにちは、あゆきです。お久しぶりです。ご視聴ありがとうございます。さて、今日は土佐清水市にある大木の浜というポイントでサーフィンをしてみました。サーフィン自体実に1年ぶりということでかなり苦戦しておりますが、何本かテイクオフできたので、よかったらお付き合いください。またこの後、大木の浜の暴風林を空撮と写真撮影してみましたので、そちらの方もよかったらご視聴くださいませ。週1回ぐらいはね、やっぱりね、入った方がいいですね。1年ぶりとかになるともう全然体が動かんし、息も上がるし、ダメだ。週1回は来ないからね。GoPro で撮影する時の、あのサーフィンでね、撮影するポイントって、こう水滴がね、こうついて全然見えないんですよ。でね、いろいろ曇り止めとか、あの何、水滴防止みたいなのがあるんですけど、一番効果的なのがね、これ。グロいけど、これが一番、水滴予防には最適です。さて、この大木の浜の波質としては、ロングボードに好まれるメロウな波質と言われておりまして、岡山県をはじめとして県外の方たちが泊まり込みで波乗りを楽しむ場所となっております。カレントといわれる、いわゆる離岸流の流れが速く、流されて9号のヘリが飛ぶといったこともたまにある場所として有名と聞いたことがあります。盆時期になるとかなりの人数でにぎわうこのポイントも、平日はかなり空いていてサーフィンがとてもしやすかったです。ただ体力と筋力がついてこず、早々と切り上げてしまい残念な結果となりました。週1くらいは海に入って動画で見せれるようなロングライディングをいつかは撮影したいものです。やっぱり肺活量合ってるね。貸し切り状態ですね。海貸し切り状態です。いいでしょう。あの平日海来るとこんな感じですね。島と島ね。島と島は戸田清水ですね。こんな感じですね。平野とか二見はもうちょっと人が入ってるかもしれないですね。そうこっち誰もおらんなりましたよ。とうとう誰もおらんだって、僕一人貸し切り状態になってしまいました。困ったね。こうなったらこうなったでちょっと寂しいというね。ああ、けどええわ、久しぶりのね休みで、天気がいいっても最高やね。ほら、なんかね、やっぱ雲はね、ちょっとあの霞がかっちゃう感じで、完全にピーカンの真っ青のあの青空ではないんですけども、でもまあいいね。明日からまた1週間ぼったり雨マークがついてたんで、もうこっちの四万十市もね、梅雨入りになるのかなという感じがしてますね。そろそろバッテリーも底をつき始めましたので、まあこのサーフィン動画も終わようかなと思います。いいとこ全然見せなかったですけどね。まあ波もこんな感じなんで、まあ、自分のリハビリも兼ねてですね、まあ中でパドルして、まあちょっと抵抗フラッシュものができたらいいかなと思ってたんで、まあ目標達成かなという感じがしております。またよかったら
チャンネル登録といいね評価よろしくお願いします。それではまたの機会にお会いしましょう。バイバイ。さて、防風林の中にお邪魔してみました。環境省によりますと、この防風林は海から吹く強い潮風から家屋や畑を守るために、江戸時代に黒松を植林したことが始まりのようです。近年、マツコイムシの被害によって大部分が枯れてしまったようです。しかし、そこは自然の力ってすごいですね。鳥や風などによって様々な種子が飛んできて、その中で育ち、現在では南北 1.5 キロにわたって広葉樹を主とした巨木の原生林に生まれ変わったようです。またこの浜は赤ウミガメの産卵地としても有名なようで、地元の方々が大切にこの自然を守ってくれているようです。林の中に入ってみて分かったんですが、独特の雰囲気、一瞬カメラにでも来たかのような錯覚にとらわれました。空気がひんやりと冷たく、自然に優しく抱きかかえられているような感じがして、とても癒されました。風が吹くとあちらこちらで鳥が落ちてくる音がしまして、自然の鼓動を体感しました。ちょうどお昼頃に撮影したので、葉っぱから漏れる、真上からの木漏れ日がちょうどいい感じに入っているんじゃないでしょうか。いつまでもこの自然を大切に残しておきたいものです。何か落ち込んだ時とかイライラした時は、ここを散歩したいなと心底思いました。最後までご視聴誠にありがとうございました。こんな感じで田舎の風景をね、たくさん撮影したいと思っていますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。またいいね評価とかですね、こんなとこ行ってもらいたいみたいなコメントがありましたら、どしどし募集しておりますので、よろしくお願いいたします。それではまたの機会にお会いしましょう。ほいたらね。Up to town to take you out.